どうも、ハッサンチャンネルです。今回はですね、和歌山県の方にマッスリングに行ってみたいと思います。行ってきます。いやー、今日は雲一つない青空ですね。めちゃめちゃ天気がいいから楽しみですね。やっぱ天気がいいからバイクも多そうですね。いやー、やっぱりバイク多いですね。お、モトクロス積んでる。いやー、僕モトクロスも今欲しいんですよね。ちょうど昨日ね、二輪館に行った時にバイク見て行ったんですけど、ホンダの CRF250 ラリーっていうバイクを昨日見たんですけど、あれがなんかめっちゃなんかいいなと思っちゃってね。ツーリングライダーが多いです。お、飛行機雲や。さあ、和歌山県に突入です。緑いっぱい和歌山県、ツーリングです。皆さん待ちに待ったツーリングでございます。最後レース、サンキューレース。皆さん、バイク乗ってますか？バイク乗らんで何の人生か。私が真人です。そしてバイク大好き平島夏美です。違うか違うか。現在和歌山県橋本市です。これは紀の川かな。あ、もう着く。ファミリーマート発見。これか、待ち合わせ場所は。何もないパトカーが。日陰がないぞ。これはまずい。ほいっと、到着。あれ、これクラッチ切らんでもかかるんすか。一番下手くそやっていうのが分かりました。パンの袋がパンパンになってる。空気が膨張してる。
立ちこけ動画がめっちゃ伸びるから、僕の前でわざとこけてくれてもいいですよ。あの全部収益渡しますよ。そう、まさしくそれですね。それから企業がやっぱ広告をとりあえず打ち切ってるんでしょうね。だからなんか最近なんか変なわけわからん広告、なんかエロ系の広告なかったりするでしょ。あれ前まであそうなんですか、あのあ、そう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 、そんな広告よう流れるでしょ。前まであんなあんまりなかったのに。もう食べちゃったんですか。食べちゃった。いらないですか。いいんですか。食べきっちゃった。じゃあ、私が無理。グレードアップした。グレードアップした。すいません。いただきます。無理。やった。トッピング。トッピング海苔。大石高原キャンプ場があるんですか。キャンプ場一回僕行ったことあるけど、あそこ結構良かったですよ。トッピングの海苔が何気にうまかった。北海道では結構どこでも海苔入ってるんですか。あそこ登るんですか。登るんですか。ほんま天気いいっすね。あ、なんか飛行機も飛んでる。ねえ。そうそうそう。
鍋市なんちゃらボマさんスカイタワー、めっちゃなかったらしい名前や。田鍋市龍神ボマさんスカイタワー。これ虫えぐないですか。もうえげつないですよね。来てる人がいっぱいおる。服部さん、ミスターなんすけど、どうして来てるのね。え、ここいつもこんなバイク多いんですか。ここめっちゃ多いです。すげえバイクの数やな。ガソリン入れてきますね。
かにバイクをバンクさせずに安全にあのコーナーを回るかっていうのに集中してたから、いかにもいかにこう倒さずに、でも荷物積載満タンやから、そうか、一体感が大好きやから。あ、でも右もほんまちょっと前よりだいぶ減ってるね。あの小屋さん行ったらなるんですよ。僕も小屋さん走ったらあまりも減りますね。あのペースが速度が速いから、うん、バンカーが増えるんですよ。私も今日まだちょっと見たかな。もうやばいやばいぐらい行ってる。もうないやん。でも色変わってもうないやん。すげえ。てかでも削れてないから、なんだかんだ言うてね、あまりやめて、私は気にします。バイクの最近車載工具入ってへん、バイクなんか、ね、夏用グローブくらいやったらこうやって火に1個入るかな、うん、釣られちゃう現象ってやつ。あ、よかったよかった。よかったよかった。綺麗ですね、うん、そうそうそう、あの河原、あそこマジでヤバいですからね。あれはね、僕も次はね、あのバーグマンで行こうかなと思うぐらい道悪かったから。あのね、川沿いのキャンプ場でもうほんまのでっかい石がゴロゴロ落ちてるようなところがあるんですよ。ここは僕が GSR を買った時に来た道の駅なんですよ。そうなんですよ。そう、納車の日時に一番最初に休憩した場所。そう、ここからすぐ近くのところ、すぐ近くでもないか、もうちょっと行ったところのお店で買ったから。おやつ豆が入ってた。まあ、カメラをカメラで撮る。まあ、奥にもいるな。で、上にちっちゃいのが、なんかめっちゃでも難しくないですか。さて、もう一踏ん張りか。なんで気をつけて、はい、お疲れです。